やだ、俺出てきたらめっちゃ伸びた。はい、というわけで一応家に戻ってきたので1個だけね開けて中の状態ちょっと見てみましょうか。テープでねぐるぐる巻きにされてますね。はい、では中身どんな感じなんでしょう。割とパンパンに詰まってるんで結構ねボリュームすごい気がします。はい、一応ラインナップですね。対象年齢15歳以上、バンダイから出てるガシャポン、つながる回せるって書いてますね。へえ、これ見てシール貼れってことなのかな、はい、だからカラーか。中にはこのような細かいシールがねたくさん入っております。これは実際にあるガチャガチャの景品なのかな、台紙とかね。あ、でも中は結構シンプルですね。ガチャガチャのこの本体とカプセル、上下のパーツですね。で台ですね。ではねこちら他の3つも開けて組み立てて状態確認、動作確認していきたいと思います。はい、シール貼ってないね無地の状態だとこんな感じですね。結構すごいですよね、ちゃんと造形がなんか細かいような気がする。ではシール貼ります。ほらもうピンボケしてさ、わからないくらい小さいシールとかあるからね。先にねこの赤いねカプセルの上のパーツ全部取っといて、こっちのねまだ外してないカプセルの下のパーツにつけるんですよ。こんな風にねカプセルの上のパーツだけもうねつけて、このまま外すとすごくね気持ちよく外すことができます。めっちゃ気持ちいいこの外し方、めっちゃ簡単に外れるしね。はい、というわけでとりあえずこの4つのガシャポンシール貼り組み立て終わったので見ていきましょう。4個連結してる状態なんですが結構クオリティすごいですよね。あとシールがすごく細かいので目悪い人とかはね結構しんどいかもしれません。このガシャポンの台紙のシールなんですけど、本当はね表に貼るのが普通なんですけど、僕ね表に貼るのあんまりなんかそれっぽくないなと思ったんで中にね台紙をね入れました。そもそもシールをね紙ごともうハサミで切って中にね入れたんですよね。それだけです本当に。なんかそっちの方が本物のガチャガチャっぽくていいかなと思ってね、はい、こうやってやりました。このガチャガチャね何がすごいかっていうと、ちゃんとこうやって回すんですよね。で回すとちゃんとカプセルがね出てくるんですよね。ほんとこれすごいですよね。で下の段ももちろん、はい、こちら出てきます。はい、これはねすごい。でクリアパーツをこうやってね前に引き出すこともできるんですよね。本物のガチャガチャと全く一緒だよね。ただ黒と青、こちらもね引き出してカプセルをね取り出すことができるんですが、4個のうち1個だけこの白いカプセルのやつがねすごくなんか硬いなと思って、こうパカってね開いて見てみたんですよ中身を。中のジョイントみたいなやつがなんかここのねクリアパーツに引っかかってて出てこないっていう不良品だったんですよね。マジかと思って、まさかの不良品に当たるっていうね、最悪ですよね。でも他の3つあるからいっかと思ってそのまま組み立てたんですけど、本当にクオリティ高いですよね。個人的にはやっぱり黒とか青より白の方が映えますよね。白の方が定番だし、飾るとしたら白の方がもしかしたらいいかもしれない。飾ったりするにはね最適かもしれませんね。カラフルで可愛いんでね。他のガシャポンたちと見比べてみるとこんな感じ。はい、まあでもタカラトミーのガシャポンとはサイズ感は本当ちょうどいい感じですよね。うん、同じタカラトミーですがサイズがね一回り大きい。本当にこっちはね子供が遊ぶ用のガチャガチャのおもちゃです。はい、うん、まあでもやっぱこっちの方がいいね。これでも面白いのがこれね永遠とね連結させることができるんですよね。はい、こんな感じ、ずーっと連結できるんですよこれ。すごくない？二つのガチャガチャちゃんと分割することもできます。はい、こうやって横並びにするとやっぱそれっぽいですよねやっぱりね。で中にねお好みで台紙とか入れるか貼ったりするかどっちかしてみて、このガシャポンをね楽しむのもいいんじゃないかなと思います。はい、で一応台紙は各カプセルに2種類ずつ入ってて、このガシャポンっていう文字の台紙となんか実際にあるガチャガチャの台紙
があるんですけど、まあね、僕全部4種類ともね、全部なんか違う台紙だったね。それはなんか面白いなと思いました。やっぱいいですよね、ガシャポンってね。なんか本当にこれは何個あってもなんか飾り替えのあるいいおもちゃですね。ね、こういう2枚の台紙がついております。多分こっちが本当にあるバージョンの台紙とオリジナルの台紙ですね。はい。本当はね、これ表に貼るやつなんですよね。僕はね、もうこの裏の紙ごとハサミで切って中に入れました。はい、今回紹介したのはこちらのバンダイから出ているガシャポンでした。では、次の動画まで。さらばじゃ。